おはようございます。おはようございます。おはようございます。あ、ごめんなさい。はい、太陽さん、おはようございます。ルルさん、まゆちゃん、あやこさん、おはようございます。元カレさん、おはようございます。アンリビさん、かっちゃん、モーカさん、おはようございます。アレリア、今日は曇りですね。曇ってますが、まあ、雨は止んでくれました。よかったです。曇ってます。まあ、台風がね、今向かってますから、台風が向かってます。ゆうさん、おはようございます。こちら雨です。あ、ルーさんの方は雨、そうですか。これから台風が向かってますからね、雨がすごく降るところも多いでしょう。ですね、昨日の夜の放送でですね、ブラントジーンさんの証言がありましたね。で、それのですね、日本語版があります。日本語版で、私のですね、YouTube に、まあ、私のチャンネルがあって、そこに、まあ、アーカイブ動画があります。そして昨日の夜の放送の動画にですね、その日本語の今朝貼りました。英語だとちょっとね、分かりにくいので、ぜひ皆さん日本語でも聞いてみてくださいね。その、殺された方の弟さんが、加害者を許すという、本当に素晴らしい証をしました。ぜひ、皆さん、その日本語でその聞いてみてください。YouTube の、私の YouTube の昨日の録画ですね、一番新しい録画に貼ってありますので、見てくださると嬉しいですね。はい、今日はですね、罪を犯したくない、罪を犯したくないという、そういう、まあ、タイトルですが、いよいよ明日がですね、まあ、今晩6時からヨムキプールですね。今晩6時から明日の夕方6時までがヨムキプールです。皆さん、もう繰り返し毎日ヨムキプール、ヨムキプールって言ってるので、もう頭にこうタコができてる、耳にタコができてると思うんですが、そのですね、ヨムキプールは大食材日ですね。大食材日、それはイエス様の再臨の時の景況の、日だというふうに考えてます。景況というのは、イエスキリストを信じる者がこう天に上げられていく、天に上げられてイエス様と会う、まさに救いの時。救いというのは何でしょうか。救いというのは、そのこの世から救われる、罪から救われる、天国に行く、イエス様とお会いする、なんて言ったらいいでしょう。一言で言うとですね、まあ、天国に行く、まあ、その地獄に行かないで天国に行く、まあ、地獄に行くということが、まあ、滅ぶ、またはそうですね、救われないということですね。地獄に行くことが救われない、天国に行くことが救われる、地獄に行くことが滅ぶ、天国に行くことが命に入るということですね。ですから人間にとって一番大事なのは滅ぶことではなくて、ね、救われること。
滅ぶことではなくて救われること、人間にとって一番大事なことですね。なぜかというと、それは永遠が決まってしまうからです。永遠の岐路、永遠が決まる時がその、最後の審判と言ってもいいですね。最後の審判によって判決が出る、判決が出て有罪か無罪か、有罪か無罪か。金城さん、おはようございます。世の中に、裁判があり、裁判所があり、裁判官がいるのは、その法律に対して罪を犯すかどうかということで裁判があるんです。でもこれは最後の審判、最後の審判、人間が神の前に裁かれて、神の前で裁判を受けて、有罪か無罪か、天国か地獄か、それをですね、私たちがこの知るためのものとも言えます。この世の裁判は最後の審判を表す、この世の裁判は最後の審判を表していると思います。もちろんこの世の裁判でも無罪がいいですよね。有罪になって懲役何年ということではなくて、無罪になって無罪放免、無罪放免になりたいですが、それと同じように最後の審判の時も私たちは無罪になることができます。それは私たちが罪を犯してないから無罪になるのではありません。罪を犯したかもしれない、罪を犯したかもしれないけど、イエス様が代わりに十字架にかかって死んでくださって、イエス様が十字架で罰を受けてくれた。十字架というのは私たちの罰をイエス様が代わりに受けてくれた、身代わりの罰、私たちの代わりの罰、死刑という罰ですね。神様に対する罪というのは死刑なんですね。罪の報酬は死ですとあります。人間の罪は懲役何年とか罰金とかありますけど、神様に対する罪は死刑なんですね。ですから私たちの代わりにイエス様が死んでくれた、それが十字架です。まさに十字架というのは死刑ですね。十字架というのは死刑です。私たちの代わりに死んでくれました。太郎さん、その通りです。死刑制度は私も反対です。死刑制度は反対ですが、最後の審判の有罪は死刑なんですね。地獄に行くということはその、死刑に遭うということになります。地獄に行くことを第二の死と言います。太郎さん、最後の審判には傍聴人がいるのでしょうか。難しい質問ですね。わかりません。傍聴人がいるかどうかわかりません。アイポンさん、おはようございます。セシさん、一切罪を犯さない人がいたらそれは人間ではない。そうですね、私たちは、誰でも罪を犯します。誰でも罪を犯します。ちょっと失礼。誰でも罪を犯しますが、イエス様だけが罪を、犯しませんでした。罪がない方です。そのイエス様が罪がないからこそ、イエス様が罪がないからこそ私たちの身代わりになることができるんです。もし罪があれば私たちの身代わりになることができません。罪がないお方だから私たちの罪の身代わりになることができたんです。そこに大事なポイントがあります。私たちは
罪があるがゆえに、その神の前に義とされないものですが、イエス様は罪がないために私たちのために取りなしができるお方なんですね。M さんおはようございます。 M さんおはようございます。罪の範囲を教えてください。罪の範囲、罪というのはですね、例えば法律のこれこれに罪を犯す、これこれに罪を犯す、これこれに罪を犯すと、いろんな罪があるでしょう。しかし罪の本質は何かというとですね、罪の本質というのは神様の、神様に聞き従わない、神様に敵対する、つまり神様との神様に対する態度、神様に対する態度が罪なんです。例えばですね、なんつったらいいでしょうかね、神様に対してですね、信頼関係があれば、信頼関係があれば神様を悲しませたくないと思いますよね。つまり神と良い関係ならば、神が嫌がることはしないです。つまり神と信頼関係がないこと、神に対して、その神を敬ってないこと、神に対して良い思いがないこと、それが罪の本質です。罪の本質です。悪魔はですね、悪魔は、自分が神になりたいと思って神に反逆しました、それが罪ですね。ですから悪魔は、その神になろうとする傲慢さが罪として地上に落とされました。私たち人間はその悪魔に騙されて、悪魔の罪をですね、引き継いでしまったみたいに、アダムとエバが悪魔に騙されて悪魔の罪を、受けてしまったと言えるでしょう。ですから人間は本来は罪のないものとしてもちろん作られたんですが、罪が入ってしまったわけです。そこに人類の悲劇があるわけです。太郎さん、神を信じないことが罪ですか？神に対して正しくない態度、神を敬わない態度、従わない態度、その態度が罪なんです。心が罪なんですね。ですから人間は生まれながらにして神を敬うことができないものとして生まれてくるんです。その結果、神を敬わないから罪を犯すものになってしまうんですね。隣さん、神を知らないことも罪なんでしょうか？そうですね。神を知らないことが罪なんですね。神を知らないことが罪。聖書には神を知らない人は愚かだと書いてありますよね。そうですね。そしてですね、もうちょっと分かりやすく言うと、いい子供はね、いい子供は親に感謝をしたり親に従ったりしますよね。で、親に対して尊敬して感謝している子供はですね、親を悲しませたくないじゃないですか。ですから悪いことを、しにくいわけです。良い子供は親を悲しませたくない、親をがっかりさせたくない、そういう思いがあって悪いことを、したくないと思うわけです。しかし、親といい関係ではない子供はね、親に虐待されるとか、親を憎んでる子供はですね、悪いことをしても逆に 親を苦しませたいとかね、親をがっかりさせたいとか、そういうことで逆に悪いことをしたくなるわけです。
悪いことしたら親が、ね、嫌がるだろう、悪いことしたら 親に対する仕返しができるだろう、まあそういうことでですね、悪い子供は、悪いことしやすいんです。それは親との関係が悪いからですね。親子関係が悪いと子供は非行に走りやすいと言えるでしょう。それと同じです。人間もです。神様との関係が悪いから罪を犯すんです。神様との関係が悪いから、もう本当にその神を喜ばすとか悲しませるとかそういうことは関係ないわけです。自分の気持ちだけで生きる、結局のところサタンに騙されて神様が悲しむようなことを平気でするようになります。それが人間の罪です。しかしイエス・キリストを信じると、ですね、神様が私のためにイエス様を使わせてくださった、私のために代わりに死んでくださった、そこに神の愛がわかる、神の心がわかる、愛という心がわかる、その神の心がわかった時に ああ私はそんな素晴らしい神様の心を知らないで、ああそんなに私を愛してくれてる神様が苦しんできた、悲しんできた、私の罪で神様が悲しんできた、苦しんできたということに気づくわけです。その時に私たちは悔い改めて、ああごめんなさい神様、私は知りませんでした、私が悪いことをして神様を苦しませてきました、悲しませてきました、ごめんなさい、まあ、それが悔い改めですね。そして、ああこれからはもう神様を悲しませたくない、神様を苦しませたくない、そこで私たちは罪を犯したくなくなってくるんですね。罪を犯したくなくなってきます。太郎さん、キリちゃんはよく親を許しなさいとおっしゃいますが、ほとんどの子供たちは親を尊敬したり感謝していると思います。どうでしょうかね太郎さん、私はですね、あの昔はそういう、まあ、感じがあったでしょうけど、今はだいぶ崩れてるんではないでしょうか。家庭崩壊がまずそうじゃないですか。家庭崩壊っていうのはやっぱり親子関係が悪くなってる場合が多いじゃないですか。おいしさん、おはようございます。隣さん、イエス様の愛がなければ人を完全に愛することは難しい。その通りですよ。本当の愛がなければ人を正しく愛することはできませんね。そういうわけで皆さん、私たちはイエス様を信じて初めて、ああ罪を犯したくない、そのね、その罪を犯したくないっていうのは、例えばですね、多くの人は、まあ、犯罪を犯したくないですよね。盗みたくもないし、殺人もしたくない。なぜ多くの人はですね、犯罪を犯したくないかというと、罪を犯したら、まあ、捕まっちゃう、刑務所に入んなきゃいけない、ね、大変なことになる、もう悪いことしたらお巡りさんに捕まっちゃう、まあ、そういうわけで多くの人はあの犯罪を犯したくないわけです。犯罪を犯すつもりはない、もうそれは良くない、まあそういう感じ、多くの人が犯罪を犯したくない理由は、まあその罰が怖い、刑罰が怖いということが多いんじゃないかと思います。しかし私たちが、納豆さんおはようございます、ヒトさんおはようございます、私たちが罪を犯したくないのは、まあ、罰が怖いっていうのもあります。まあ、地獄に落ちたくないとかね、神様に罰を受けたくない。まあ、それも悪くはないと思います。しかし、それよりも、
それはもう私たちが罪を犯したくないのは神様との関係ですから、神様を悲しませたくない、神様を喜ばせられない、だから罪を犯したくない。つまり関係ですよね。関係性の中で罪を犯したくない、親を悲しませたくないのと似ています。親を悲しませたくないから悪いことをしたくないのと同じように、私たちは神様を悲しませたくないから、神様を悲しませたくないから悪いことをしない、それが、いいことではないかなと私は思います。ですから、それはイエス様を信じて、イエス様を信じなければ神との関係ができない。神を知らない人がですね、神を悲しませたくないとは思わないでしょう。神と無関係な人がですね、神を喜ばせたいとは思わないでしょう。人間関係もね、人間関係も相手を知って、相手を知った時に、関係ができた時に、友達という関係、人間関係という関係ができて、相手に対して、いろんなことを考えるわけです。だから私たちも神様と関係ができてこそ、神様と関係ができてこそ、あ、神様に従おう、神様を喜ばしたい、神様という方に対して罪を犯したくない、裏切りたくない、嘘をつきたくない、それが信仰ではないでしょうか。そしてそれは、その神様との関係を築いたからこそ、良いことをしたくなってくる、悪いことをしたくなくなってくるんです。しかし神を知らないければ、神を知らなければそういう動機がないわけです。さっきも言ったように、ただ、犯罪を犯したくない、ね、おまわりさんに捕まりたくない、刑務所に行きたくないから悪いことを したくない、ですから心の中はどんなことを思っても、ね、おまわりさんには捕まりません。私たちが何か行動したときに逮捕されますけど、心の中でどんな悪いことを考えてもそれは犯罪にはならないです。だから多くの人は心の中で罪を犯すわけです。多くの人はですね、なんかこのなんか盗むようなことを考えてもですね、それは犯罪にはならないです。実際に盗まないとね、お店行って、 あれ万引きしたいな、万引きどうしたらできるかなって考えとって万引きしなければ犯罪にならないわけです。だけど神様を知るとね、神様を知るとですね、万引き、あれ万引きできるかもしれないって考えただけでもうそれ罪なんです。もうそれ罪なんですよね。何かもうあいつ殺したいな、あいつ死んだらいいだろうなと思ったらですね、実際に殺人しなくてもその心の中で憎んだり殺意があれば、もうそれは神の前には殺人なんです。そうなんです。だから神を知るということはね、神を知るということはもう心の中の問題でもあるんです。ですから私たちはクリスチャンはですね、そういう悪いことを考えることもしたくないんです。汚れたこと、その悪いことをですね、考えることも、それは神の前で罪なんです。もし私がね、そう、なんて、どんなことがいいかな。もし私が、そうですね、まあ、泥棒みたいなことを心で考えたら、もうそれは神の前では泥棒したことになるんです。もし人を、ね、人を恨めば、人を憎めば、私は人を殺したことになるんです。わお。ですから結構厳しいんですよ。ね、私たちはその心で罪を犯す。心で罪を犯すということを覚えるわけです。普通の人はね、心の罪っていうのはもう平気じゃないですか。何も分かんないし、自分だけが分かって見えないし、ね、心の中でいくらでも悪いことを考えるわけです、ね、
いろんな悪いことを考えます。でも誰も知らないから、全然その自由に心の中で罪を犯すわけです。汚れたことね、いろんな性的なこと、いろんなことを考えるわけです。でもクリスチャンはですね、皆さん、クリスチャンはもう心の中で汚れたことを考えたら、もうそれは罪だということが分かるんです。それは神様は分かるからね。神様は私たちの心が分かるから、もう私たちはもう神様が良くないと思うことを思うだけで、ああごめんなさいイエス様、汚れたことを思ってしまいました、あなたの御心に反することを考えました、ごめんなさい、そういうふうに謝るわけです。皆さんどう思いますか？私たちはイエス様を信じて神と関係を持つべきじゃないですか？神を知らないで平気で悪いことをするということは、神の前でね、有罪になるってことは分かったでしょうか？私たちが神の前に出て最後の審判を受けるとき、あなたはね、何月何日何時こういうことを考えたでしょう、こういうことを思ったでしょう、こういうことを計画したでしょう、あなたは人を憎んだでしょう、もう全部記録が残ってるんです。私たちが何を考え何を思ったか、全部記録が残ってるんです。データが残ってるんです。もう天国にはですね、もうビッグデータ、世界のビッグデータがあって、世界中の人たちの全てのデータ、行動だけではありません、言動だけではありません、心のデータも全部あるんですよ。皆さんすごいでしょ、ビッグデータですよ。ですから私たちは弁解の余地がありません、弁解の余地がありません。毒弱であっても十戒通りに従いということは反対だ。毒弱まで従順であるというのは、その子供は人間ではなく親の奴隷として一緒。ああ、聖書には親を敬えとありますね。親を敬え、毒弱であっても親を敬えとあります。ルルさん、イエス様をお見通しなんですね。そうです。リセットできますか、できませんか？できます。イエス様を信じるとリセットできます。太郎さん、今おっしゃっていることは聖書に書いてある根拠のあるお話ですか？もちろんですよ、もちろん、もちろん、聖書的な、ことですね。聖書的なことです。ヤギさん、私が隠れて AV を見ているのもお見通しなんですか？もちろんです、もちろんです。何月何日何時ヤギさんは AV を見た、全部データ残ってますね。全部データ残ってますよ。さっきの意見に答えてみてください。聖書では毒親であっても親を敬えと言っていますね。それは正しいのです。はい、それではですね、証しタイム行きましょう。イエス様を信じて、イエス様を信じて、心の中でも心の中でも罪を犯したくなくなった証。神を悲しませたくない、神様を喜ばしたくなった証。スタートスタートスタート。桃子さん、私も人に対して嫌なことを考えた瞬間、魔が入ったと思って頬を思い切って叩きます。わあすごい。イエス様に謝ります。どうしてこんなことを思ってしまうのか、やはり人間は罪人なんだと分かる瞬間でもあります。いつでも祈り悔い改める必要があると学びました。アメン。ジデロンさん、なぜ多くの日本人は性欲が抑えられないんでしょうか？それは信仰がないからですね。信仰がないと性欲を抑えることはできません。信仰があって初めて、信仰があって初めて性欲をコントロールできるようになってきます。キュウちゃんは内容を脚色して話してませんか？もちろん、聖書の内容を分かりやすく説明しているつもりですね。でも聖書の教えに、ずれないように気をつけています。分かりやすく説明します。しかしずれないようにしています。子供は永遠に親の従属物であり、付属物としての奴隷であって、意志のある人間として生きるなということですか？逆ですよ、逆です。親を敬うことこそ
正しく生きるということですね。親を憎むならばそれは、罪の奴隷だということです。親を許し親を敬うことこそ自立した、人間としての本当の正しい生き方だということですね。ヒットさん、その通りですよ。その通りです。にわかさん、はい、それはやめた方がいいですね。それはですね、神様の御心ではありません。神様が悲しみますね。世の中ではね、そのオナニーするのは当たり前です。世の中ではした方がいいって勧める人がたくさんいます。しかし私たちは、してはいけない。なぜしてはいけないか、それは神様が喜ばないからですね。神様が喜ばない、親がですね、親が子供がオナニーしてですね、喜ぶ親はいないと思いますね。親はですね、子供がそんなことしてたらやめなさいと言うと思います。それと同じですね。神様も喜ばないんですね。はい、それではですね、ファイナルメッセージいきましょうね。ファイナルメッセージ、皆さん、私たちはですね、神を、イエス様を信じて神を知ることがいかに大事か、いかに大事かということが分かります。ちょっと失礼。私たちはイエス様を信じることによって、私たちはイエス様を信じることによって、罪を犯したくなくなってくるんです。むしろ神様が喜ぶようなことをしたい、喜ぶようなことをしたいと思うようになるんです。ヒトさん、もちろん間違いですよ。間違いです。悪霊が入りますね。悪霊があります。悪いものを見ると悪霊が入ります。隣さん、私は親に虐待を受けたことがあり、それを恨んだこともあります。そういう親からははっきり言って離れるべきだと思います。でもいずれは和解するべきだと思います。そうですね、虐待された場合には離れることもあると思いますが、でも許すべきですね。その許すこととね、離れちゃいけないということはまた別です、危険があれば離れてももちろんいいわけです。でも許さなければならないんですね。皆さん、私たちは死んだ後、最後の審判、神様からですね、裁きを受けます。私たちは本当に、どんなふうに生きてもいいということではないんです。どんなふうに生きてもいいということではなくて、責任を取らされるんです。そしてその責任はレベルが高いんです。レベルが高い。つまり、心の中で何を考えているか、神様に対してどう生きるか、神様に対して正しかったのか正しくなかったのか、神様はもちろんご存知です。太郎さん、小児性愛は許されますか？いえ、それは禁じられていますね。禁じられています。私たちは神に対して有罪か無罪か、もし私たちがイエス様を信じなければ、イエス様を信じなければそれは神との和解ができませんから、神と関係がないまま、生まれつき罪人のまま、神と関係がないままそのまま有罪になります。モーカさん、裁きを受けたくありません。最後の日まで気を引き締めます。アメン、アメン。自分が罪を犯したくないから、罪を犯したくないから悔い改めてイエス様を信じます。そしてイエス様を信じるならば、イエス様が私たちの罪の、罰の身代わりを受けて私たちの罪は許されます。そして私たちは
罪が許されたがゆえに、私たちは神様と信頼関係を持つことができます。まあそれが救いと言ったらいいでしょう。それが救いです。そして、イエス様とイエス様に従うようになります。イエス様に従うということは、イエス様と先生と弟子の関係、ね、先生と弟子の関係になります。私たちはイエス様の弟子です。だとするならば、そこに、救いがあるのです。救いとは何ですか？イエス様との関係だからですね。イエス様との関係、罪というのはイエス様と無関係、イエス様と無関係、それが罪の本質と言えるでしょう。ですからリスナーの皆さん、もし皆さんがイエス様と無関係ならば、その無関係が罪の本質であり、その無関係が救われていないということだということですね。そのことを理解してください。そしてそれは結局は悪魔に支配されているということです。悪魔に支配されるから悪魔のものになっているということです。悪魔の奴隷になって罪を犯すものにされているということですね。ルルさん、イエス様の愛があるなら他の愛はいらないと思いました。そうです。人間の愛は本当の愛じゃありません。神の愛だけが本当の愛です。イエス様の愛だけを求めましょう、ね、イエス様の愛だけを求めましょう。人間の愛を求めると、人間が偶像になってしまいます。ヒットさん、それも罪ですね。それも罪です。歯並びさん、まあそれはそうですね、何と言いましょうか、ケースバイケースです。まあしない方がいいと思いますね。毒親から逃げるために罪を、親を見捨てることと、毒親 に従順であった結果として自死との、どちらが重罪ですか？やはりまあ自死はの方が罪が重いかもしれませんね。自死の方が罪が重いかもしれません。でも毒親を許すことが大事です。許すことが大事です。隣さん、イエス様がいるからこそ私たちクリスチャンは神の御前で義とされるのです。だからといって罪を犯してもいいわけではありませんが、その度に神様に許しを体験することも大切な経験だと思います。そうですね、罪が許されたからこそ、罪が許されたからこそ罪を犯したくない、感謝する気持ち、イエス様に感謝する気持ちが罪を犯したくない気持ちになるわけです。それが大事ですね。ジデロンさん、慰安婦の強制連行はあったんでしょうか？もちろんありました。もちろんありましたよ。はい、それではですね、招きをしましょう。今日の放送を聞いて、ああ、私は心の中で罪を犯してきた。もう誰も見てないし、誰もね、責めないし、自分の中であらゆる罪を犯してきた。自分勝手に、自己中で、いろんな汚れた悪いこと、悪意とか、敵意とか、不満とか、欲とか、そういういろんな罪を犯してきた。それは、ああ神様を悲しませたんだ、神様に対してそれは良くなかったんだ、初めて分かった、これからは、イエス様を信じて、心の中も罪を犯したくない、言動だけではなく
もちろん言動も罪を犯したくないけど、心の中も罪を犯したくない。神様を悲しませたくない。イエス様を信じて、これから神様を喜ばせるような人生、そして最後の審判の時に無罪になりたい。イエス・キリストの十字架によって無罪になりたい。有罪になって永遠に罰を受けたくない。永遠に火の池で永遠に拷問を受けたくない。神様を喜ばせるような生き方、天に宝を蓄えるような生き方をしたい人、アメンと言ってください。アメン、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 アメン。にわかさん、火で拷問だけは許してください。火で拷問だけは、許してください。まだ間に合います。まだ悔い改めれば間に合います。皆さん、まだイエス様が来てませんから、今悔い改めれば間に合います、ね、皆さん全員が救われてほしい。皆さん全員が救われてほしいのです。皆さんが、裁判で有罪になってほしくないんです。有罪になってほしくない。皆さんが無罪になってほしい。そのためにイエス様を信じて、イエス様の弟子として生きるならば無罪になれるんです。無罪になれます。天のお父様、私たちは生まれつき、罪を犯すものでした。生まれつき神を知らずに自分勝手に生きてきました。自分の好きなことを考え、好きなように、いろんな思いがありました。ごめんなさい。私たちの心は汚れてました。私たちの心はなんと神の 目から見て、邪悪で、汚れていたでしょう。罪深かったです。イエス様ごめんなさい。私たち悔い改めます。悔い改めます。私たちが、汚れたことを考えないように、あなたの御心に反するようなことを考えないように、どうぞ私たちの心を捧げます。私たちの心に来てくださって、あなたが私たちの心を支配してください。私たちの心を自分のものとしてではなく、あなたのものとして捧げますから、あなたが私たちの心をコントロールし、良いことを考え、神様の御心にかなうことをだけを考えることができますように、私たちの心を清めてください。イエス様の血潮によって、イエス様の血潮によって私たちの心を清めてください。清めてください。清めてください。今アーメンと言った方々が救われますよ。救われますよ。あなたの救いを受けますよ。心が救われますよ。イエス様どうぞ、アーメンと言った方々、生まれ変わって、生まれ変わって、これからは神様を喜ばす生き方、神様を喜ばす生き方ができますように、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、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 アーメン。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。それじゃあまた皆さん、今晩7時にお会いしましょう。良い一日を、ね、心の中で神様が喜ぶようなことだけを考えてくださいね。神様を悲しませるような言動をしないようにしてください。心の中も、良い心、良い心で一日を過ごしてください。それではシャローン、シャローン。ありがとうございました。シャローン、シャローン。